こんにちは、西岡明彦です。今日の解説は福西崇史さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。素晴らしい試合を期待しましょう。本日の試合はカーディフシティ対リバプールのマッチアップです。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な4-5-1を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。こちらがリバプールの先発メンバーです。 4-3-3 のフォーメーションです。いわゆるゼロトップに近いようですね。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。絶妙なパス。決定的に見えた場面はオフサイド。順当に行けばリバプール走り込んだ味方にスルーパス。このパスは読んでいました。注目のジェルダン・シャチリー、持ち味はやはり弾丸シュートでしょうね。ジョー・ラルス、素晴らしいスルーパス。キーパー弾く。ボールはラインを割りました。コーナーキックですね。パターソン。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。これはよく決めました。美しい攻撃を見せましたね。セットプレーはかなり練習しているようですね。右サイドからいいキックが入りました。ジェルダン・シャチリ、リボック・オリジー、ダニエル・スターリッチ。中央へのボールはクリアされました。アーロン・グンナルソン、ここはインターセプト。しっかり予測していました。ジェームズ・ミル、見事なスルーパス。ここはシュート、ゴール。やったらやり返されたということでしょうか。やられた方は先ほどの得点後に集中できていませんでしたね。同点で試合が再開されます。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。ハリー・アーター、ハマラサ、ジョー・ラルス。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ここは試合を止めます。フリーキックですね。ここはしっかりクリアされました。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。見事なロブパス。リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。アルベルト・モレノ、スタリッチ。勝ち越しゴール来るか。キーパーがボールをキャッチしました。ボールがこぼれました。アーロン・グンナルソン、パターソン。ここはよくスペースが見えていました。すごいシュートでしたが、残念ながら枠に阻まれました。相手もおかしくないボールでしたが、無理に強いシュートを打たなくてもよかったと思います。これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。ナビ・ケイタ、走り込むスタリッチに合わせたスルーパスを狙った。キーパーが止めましたが、ボールは生きています。リーグ最高の攻撃陣がここでも仕事をしました。1点のリードは大きいですね。さらに調子に乗ってきそうです。ヘッドから得点が生まれました。ええ、パワーがある選手ですね。コースも最高でした。この角度からも見ましょう。
ここまでは完全にリバプールが格の違いを見せる形となっています。これは見事なパスカットです。ハリー・アーター、マークを振り切った、あっとこぼれた、高いパスが味方に出る、アダム・ララーナ、パスコースにはディフェンスがいます。ハリー・アーター、レフェリーがフリーキックを指示しています。 EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、今度カーディフシティが迎え撃つのはクリスタルパレスです。どちらも相手、絶妙なパス、このパスは読んでいました。素晴らしいスルーパス、オリジよく止めましたが、ここはプレーを切りたい。ゴールは認められません。副審の旗が上がっています。リプレイです。アシスタントレフリーはよく見ていました。紙一重でしたね。アーロン・グンナルソン、ポストに当たって決まった。シュートはポストに当たりましたが、跳ね返ったボールはゴールに入りました。文句なしのゴールですね。運も重要な要素です。別の角度からご覧ください。試合は振り出しに戻りました。リボック・オリジン、アーロン・グンナルソン、ハリー・アーター、浜田さん、スペースへのボール、ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。ジョー・ラルス、アーロン・グンナルソン、レフリーの笛が鳴った。キックオフで後半開始、リバプールボールです。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ナビケイター、走り込んだ味方にスルーパス、チャンスにはつながらなかったようです。ジェームズ・ミルナー、これはチャンスだ。ここはリバプールのコーナーキックです。いいボールではありましたが、逆サイドに流れました。中央にクロス、クロスは結局チャンスになりませんでした。ハリー・アーター、軽やかなステップを刻みます。体が軽そうですね。調子の方も良さそうですよ。前半はこの選手の活躍が目立ちました。苦しい前半でしたが、ハーフタイム直前に同点ゴールを決めてくれました。あれで流れは大きく変わりましたよ。後半にも期待しましょう。攻撃に移りたい。ナビケイター、キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを、これはゴール確実だ。ボールがこぼれました。クリアできるか。前に出しました。キーパーがファイン、見事なスルーパス。
フィニッシュまで持っていくことができません。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。パターソン、これは味方に通らないか。勝ち越しを狙いましたが、ここはゴールを奪えません。リバプールの次の試合ですが、いかがでしょうか。次はニューカッスルユナイテッドです。プレミアリーグでの対戦ですね。ゴール前に入ってきた。さあリードできるか。リーグ最高の攻撃陣がここでも仕事をしました。1点のリードは大きいですね。さらに調子に乗ってきそうです。今日はもう完全に乗っています。こちらのカメラからの映像です。さあキックオフ。試合はリバプールがリードしています。これは見事に奪いました。ハリー・アーター、ここはよくスペースが見えていました。この攻撃は実を結びませんでしたね。視野が広い。このまま行きたい。リーグ屈指の破壊力を誇る攻撃陣が2点リードを奪いました。このまま乗せてしまうとどんどんゴールを量産されてしまいます。何か対策を打たないといけませんよ。追加点も挙げました。これは大きいですね。チームに勢いが見えますね。流れをつかんだようです。あっとこぼれた。ジェームズ・ミルナー、カットしました。ここはどうするでしょうか。さあまたここからの連携。ここを潰すことができません。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。モハメド・サラー、素晴らしいロブです。ディフェンダーの背後に走りました。だがもう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。両チーム動きます。ロイク・ダムール、スペースに見事なスルーパス。中にクロスが入った。キーパーが止めましたがボールは生きています。気は抜けない展開です。リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。ボールを取りました。さてどうする。落ち着いています。ここはカウンターアタックを狙うか。いいプレスです。攻守逆転。これは見事なパスカットです。パスをつないできましたがここで奪われました。ナビケイター、スペースへのボール。シュートはバーの遥か上。ロイク・ダムール、危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。
ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。見事なシェアです。ここでループシュート、バーに当たった。ボールは生きています。絶好のチャンスである1対1でしたが、決定力が足りません。そうですね、あそこで試合終了、リバプールの勝利です。今日は激しいゲームになりましたね、福西さん。ねえ、こういうゲームはめったにお目にかかれません。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。